このチャンネルでは私のルーツでもあります市立船橋サッカー部の先輩や同級生、そして後輩のサッカー部での過去の話だったり、現在ね皆さん活躍している仕事の話とか聞いてきます。最後までねぜひ聞いていただけると嬉しいです。今日も素敵なゲストが来ております。本日のゲストは敷田隆義さん。本日もねお忙しい中ありがとうございます。とんでもないです。よろしくお願いします。お願いします。チェケチャンネルの市船サッカー部編、もう本当にすごく今ね見たいって言ってくださる方多くて、敷田さんが最初でね本当ありがとうございます。最初どうでした、あの時。いやなんか逆に武田がすごいことやってるなっていう印象しかなかったからなんかこう話をしてて不思議な感覚からどんどんこう武田にこう吸い込まれていくような感じが初回だったので、ちょっと緊張もあったけど、はい、まあ、武田がどんどんリードしてくれたから逆に喋りやすかったです。ありがとうございます。じゃあちょっと敷さん、今日は改めて感謝のお気持ちを込めて乾杯していきたいですね。はい。じゃあ選手権もお疲れ様でした。お疲れ様です、はい、乾杯。じゃあちょっと一杯ね。前回敷田さんがサッカーを始めたきっかけだったり、当時の高校時代とプロに行ってからっていう話を深く聞かせていただきましたが、本日はですね敷田さんが市立船橋高校サッカー部のコーチとして何年トータル、ね、教えてらっしゃるんでしたっけ。間は来ましたけど15年目に入りますね。15年、この長い間生徒を見てきて、活躍した J リーグに行ったメンバーもいっぱい見てきてるんですけど、当初我々がサッカー部でやってきた練習だったり今のね練習とかっていうのを聞いていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。じゃあまず当時と今の違いを聞きたいんですけど、当時は武田もよく知ってると思うけど、基本的にはサッカーを教えるっていうよりかはサッカーの楽しさだったりとか勝つことの素晴らしさっていうことを先代の監督が教えてくれたと思うんだけども、今は逆にサッカーってすごく楽しいんだよっていうところから入りながら、ただそこから厳しいことも乗り越えないと次のステップだったりとか、やっぱり J リーグになれるとか大学サッカーで頑張れるっていうところが、その入りが違うだけで、最終的には入り口が違うだけで出口は一緒って感じで、そこの中での3年間だったりとかそういった部分で選手たちがどう変わっていくか、昔はもう変わらなかったらどんどん蹴落とされていくけども、だから入り口が今は各選手によってはすげえ頑張って上手くなる選手、上手い選手が頑張るようになるっていう入り口が違う選手がすごく多いから、最終的な結論は一緒だけども、この3年間でガラッと立ち位置が変わるのが見てて楽しかったなっていうのはあります。昔と比べると今の選手の方が3年間で大きく変われるチャンスがある。これは何でですか。まず単純に言ったら J リーグの裾野が広がった、うん、J リーグは昔はやっぱり10チームから始まって10何チームしかなかった、 J1 しかなかったっていうところが、今は J3 もあったり地域リーグあったり JFL があったりっていう、そのやっぱり幅が広がったことによって選手たちがやっぱりそう簡単に諦めない。当然高卒で行けたらいいけども、やっぱり大学行ってからでもプロっていう道が開けてるっていう部分が、やっぱりこれは日本のサッカー界で大きく30年ぐらいやってる中で大きく変わったところかなっていうイメージはあります。ちなみに試合に出れる数というか公式戦がすごい多いと思うんですけど、そこも関係しますか。うん、確かにそれは今は市船はプレミアリーグと県1部県2部、まあ、今年はちょっと県2部県3部っていう形で、はい、どのカテゴリーも公式戦に出れる人が選手がたくさんいるので、そこでやっぱり各個人個人選手がどんどん自信をつけてくれる場所はたくさんあるかなって感じかな。昔はやっぱり関東大会インターハイ、選手権しかなかったけど、今年間通してリーグ戦があるから、そこに対してすごく選手たちもモチベーションは下がらず頑張ってくれて、いいですよね。じゃあほぼ毎週公式戦がある。もう4月からはほぼ毎週のように公式戦があるような。それは3チームですか、 ABC みたいな。B1、B2 っていう形で3チームに分けて。めちゃくちゃいいですよね。じゃあ監督でコーチが B1、B2 もいる。見る。プレミアはトップの監督、B1 の監督、B2 の監督っていう形で分かれて、各担当に監督がいるような形。なるほど。今部員って当時って3学年合わせても60人ぐらいいなかったか。いないね。50人ぐらい。少なかったでしょ。今は何人ぐらいいます。今は70-80弱か。それでも少ないか。少ない。3チーム公式戦出る中で25人ぐらいっていう感じですもんね。そうね、1チームあたりは大体そんな感じかな。その市船に入れる選手も少ないって話ですよね。まあその中で、たくさん取る
っていうイメージよりかは、うん、やっぱりたくさんの人たちに経験をさせるっていう形かな。あ、なるほど。たくさん取って甲子園に出れない人がいっぱい溢れちゃうんじゃなくて、たくさんの子たちがやっぱりチャンスがある子たちなので、一流なサッカー部っていうのはチャンスがあるよっていうところで、数多くの人間がやっぱり公式戦に立てば、どこのカテゴリーでもやっぱり次のステージのチャンスがあるから、うん、その部分でその人数なのかなって俺は思うかな。あ、うん、あの強い私立の高校とかって部員がなんか百何十人いたりとかザラにあると思うんですけど、そことの決定的な違いっていうのは、試合に出れるチャンスがまずある。まず一つはある。これ逆に多い私立の高校って敷田さんから見た時どう思いますか？その高校それぞれだと思うから、うんうん、やっぱり人気があるところは当然バーッ人が集まるし、はい、だからそれはそれで選手がそこを選んでるから、うん、その中で切磋琢磨してくれればいいかなって思うから、うん、なんか一概にその環境も、うん、うちなんかはやっぱりグラウンドが1面しかなくてとかっていう、はいはいはい、他の私立のところはもしかしたら2面3面あるところもあるので、うんうん、環境によっては人数のそれぞれあってもいいのかなって俺は感じるから。あ、うん、納得です。じゃあここから今回の選手権の話をちょっと聞きたいんですけどもう郡司くんがね中心でベスト4まで国立まで連れてってくれて、我々 OB もまあ一船でね今まで育ったみんながすごい喜んだと思うんですが、そこについてもいろいろお話聞いてもいいですか？今回ね優勝するかなって思ってて、まあベスト4素晴らしい結果だったんですけど、今回ベスト4まで行けた要因ってどこにありました？まあ、間違いなく選手が上を目指して3年間練習だったり日々の試合だったりを取り組んでたっていう、その熱い気持ちがすごく伝わった最後の選手権だったかなっていうのを感じたかな。ああ、そうなるとチームが、まあ、一丸となってっていうのはやっぱり他の代と比べると、それはあまり俺の口からは言えないけど、うん、とにかく彼らが1年生の時、2年生の時、3年生の時、今年の3年生が1年生の時は2年生も素晴らしかったし3年生も素晴らしかったし、うん、じゃあ2年生に上がった時に1年生が素晴らしかったり3年生が素晴らしかった、うん、だからこそ彼らが3年生に上がった時には本当に素晴らしいチームになってたっていう、うん、それがすごく彼らが特別っていうわけじゃなくて、やっぱり一風なっていうのがすごいいい組織だなって改めて感じられるチームだったかなっていう。じゃあ畑監督を中心にスタッフの敷田さんも含めて、まあ、やっぱり運というかその時の勝負のねあれもあるんで、違いにはもちろん講師としては言えないですよね。千葉で全国に行くのって琉球もいて奈良高もいて、他も今柏日体とかも強いチームがあって、そこの予選を勝ち抜くのがまず本当に大変だと思うんですけど、それもコーチ目線から見てどうなんですか？いや、もう本当に千葉県はもう昔から全国区だって、うん、まあ俺らの時からもずっと昔からも言われてきてる中で、逆に言ったらうちがこうやって全国に未だに出れるっていうのは、うん、他の高校さんがめちゃくちゃ力をつけてるからとか、めちゃくちゃやっぱりレベルが高いところでサッカーをしてるからこそ、一船っていうのが今歴史だったりとかを刻んでいってるのかなってつくづく思ったかな。ただ一船が突っ走ってドーンってやっぱりもう突き抜けてたらやっぱりここまでは行ってないし、やっぱりこの結果っていうのは他の千葉県の高校の選手たちがすごいレベルが高くなって一生懸命に頂点を目指すために頑張ってるっていうのが毎年毎年見させてもらって、そこにやっぱり感動する部分がたくさんあるかなっていう。一船だけじゃなくて、ちょっとまた聞きたいんですけど、青森山田がもう本当に今肉体的にも強いし精神的にも強いってやっぱり感じるんですけど、その青森山田と市船の差ってどこにあるか、青森山田の強さをちょっと敷田コーチから見たのを聞きたいですね。とにかく何試合か見させてもらった中で、自分たちにしっかりと自信を持ってる、チームとしてプライドを持ってる、それはやっぱり最近の優勝回数であったりとかっていう、そこのところはやっぱり高校生ってすごく大きいのかなって俺は思ったかな。やっぱり市船が10年間で過去最高に優勝回数が多かった時の選手たちのやっぱり振る舞いだったりとか、彼らの自信っていう、そのピッチの立ち振る舞いとかそういった部分って見ていて、あ、こいつら自信持ってやってんだなとか、うん、逆に言ったらその舞台を慣れてるって言ったら失礼かもしれないけども、その舞台を楽しんでる感じがすごくあるかな。もう当たり前じゃなくて、その舞台に行くのを楽しむために俺らはそこまで行くんだっていうのがすごく見られてるなっていう。うちなんか久々に国立まで行った中で苦しかったけども頑張っていった、うん、でも山田は当たり前のようにそこに行くために楽しんでるっていうところが一つの
彼らの強さだったのかなって、うん、なるほど、もう本当にそう見えますね映像でもね中高一貫の私立のチームも今強いじゃないですか、うん、やっぱりこの6年って全然違いますか？6年でやったことがないから何とも言えないけども、チーム的には6年間っていうのはやっぱり、うんうん、逆に言ったら3年間はやっぱり短いなって感じ、 あっという間、武田も俺もここ3年間やってきた中でやっぱ3年間って本当にあっという間だなっていうのがあるから、すごく6年間っていうのはいいなとは思うけど、じゃあ大学から伸びる選手もいっぱいいるわけじゃないですか。ジョージョのカンタ君とかは、うん、まあ、高校3年で伸びた伸びた伸びて、うん、大学で活躍してプロに行く、うんうん、なんかそうなると何が変わるんですかね、その高校から大学に変わる、楽しんでサッカーやり続けられるかどうかかなって俺は思うかな。やっぱりそこなん、もう辛いって思っちゃうとちょっと厳しい。常に楽しくサッカーができないと、苦しくなった時に苦しくなっちゃうと思うから、うん、苦しくなった時こそ俺の考えはそこで何が好きなのっていう自分に矢印を向けて、うん、サッカーが好きだから、うん、まあ、これは当たり前だろうなっていう、もっともっと楽しむためにこの試練だなっていう風にやっぱ感じた選手が、うん、っていうのはカンタなんかも見てて、中学生の時からも見てたけど、すごく彼はサッカー純粋に楽しんでるなこいつっていう感じで見てたから、どっかで絶対チャンスあるんだろうなっていう可能性は感じてた。じゃあ一個も成功するためにはサッカーで楽しんでやれるかどうかがやっぱりこれ一つのキーワードになりますよね、うん、そうだから俺は楽しむっていうところだから、その今の自分においてどれが楽しいのかっていう風な判断ができるといいなっていう、ただなんかふざけて楽しい楽しいじゃなくて、今苦しいからここをどういう風に楽しく乗り越えられるかとか、乗り越えた時にどういう楽しみが待ってるかっていうところの、乗り越えた時こそまた自分が成長するチャンスだったりとか、さらにサッカーの楽しさっていうのが分かってくるのかなって俺は感じた。敷田さん当時はだから辛くなかったんですよね、楽しかった。だから前回リキにね話聞いたけど、リキも全然辛くないって言ってた、辛かっただから今聞いて納得だなっていうのがあって、プロに行くとそこってどうなんですかね、プロも一緒一緒。プロに行った時どうだったんですか？初めて、あ、楽しくないなっていう気持ちにはなった、ね、あ、だからもうそこが限界値の可能性がある、やっぱりそこで自分の弱さが初めて出たかなっていうところ、自分から逃げてった、勝負を逃げてったじゃないけど、なんだよっていうふうに初めて思ったから、そこがやっぱりちょっと自分の甘かったところかな今考えると。今回もだから郡司君とかもめちゃくちゃ楽しんでたってことですよね。めちゃくちゃ楽しんでたと思うし、みんなすごく楽しくやってたなっていう、まあ俺は別にベンチに入ってるわけじゃなくてスタンドから応援してたけども、すごくみんなが楽しんで一戦一戦やっていく中で、どんどんそれがチームのエネルギーっていうのがもう一人一人楽しませるような形で一気で出て出してくれたかなっていう。じゃあちょっとここからまたコーチの話に戻すんですけど、この15年コーチをしてきた中ですごい選手いっぱいいたんだけど、その中でもすごいと思った選手、どんなとこがすごかったかも含めてちょっと聞きたいんですが。結構昔の話だからちょっと待って、今の現役選手たちはもうちょっと置いといて、はい、まあ、彼らもすごく頑張った選手なので、今年までの選手はちょっと置いといて、本当に一番初めにコーチで入ったのが26歳の時で、石野のコーチで戻った時に一番初めにやっぱり衝撃的だったのは、ディフェンスの渡辺光大っていう選手は、あ、この子間違いなく意識高いなとか、この子のサッカーに対する考え方だったりとか、チームをまとめる統率力っていうのはすげえなって俺は感じてて、近年で言ったらやっぱり前監督の朝岡がやっぱりやった杉岡だったり、こうだったり、金子、あそこら辺、まあ、原とか、もう本当にすごい選手がいっぱいいただいたなんかは、みんなすごかったなって思うかな。最初のその渡辺光大さんは特に何がすごいですか？読み、それは試合の、試合感だったりとか、ディフェンスセンターバックやってて常にピンチのところにいるなとか、常にやっぱりここカバーリングできてるんだなとかっていうのがやっぱすごかったなって思ったし、その次で言ったら中村敦孝っていうのがすごいのがいて、こいつはもう入ってきた時からちょっともう別格だったね。もう1年生から1年生から。ちなみに自分が1年の時の秋葉さん、秋葉さんってあの時スイーパーだったよね。スイーパーなのに最後負けたりやばい時に攻めるっていう
秋葉さんってすごい選手だったよね。センスなの、あの秋葉さんは。いや、秋葉さん逆に言ったら元から上手だったけど、上手だったけどっていうか上手なんだけど、はい、俺は逆に一番3年間じゃあの人がどんだけ変わったのかって聞いてみたいし、俺らが入ってる時も3年生だったし。ああ、まあそうだよね。俺中学校の時に一回練習試合をやった時にすげえ上手い選手いるなと思ったら秋葉さんで、うん、でも県東レとかには入ってなかったから、千葉市の選抜止まりで、逆に言ったら一船で相当なメンタリティを鍛えられたのか、もともとメンタルがあって、うん、その一船に来てよかったのかっていうのね、本人も聞いてみたいところはあるけど、ね、やっぱ秋葉さん今でもこうトップの監督やっててすごいよね。人間性も素晴らしい先輩じゃないですか、うん、いや本当に素晴らしい、うん、本当に秋葉さんぜひ、まあ、チェケチャンネルに、ね、出ていただけると思うんですけれども今ねすごい選手の話聞かせてもらったんですけど、伸びしろがすごかった選手って逆に誰を思い出しますか。伸びしろがジョジョしかいない。下の台もいっぱいいるでしょ。いっぱいいるね。直しとか、まあもともとうまい、まあまあまあそうね。近くで言うとそれか、まあ、コーチとしてね。コーチとしてはそれこそじゃあカンタ、まあ、カンタはそうだね、うん、カンタはもうそこからプロに行ってるから間違いなくそうだし、プロにならなくてもすごく3年間ですごい人間的に成長したなっていう選手はたくさんいる、うんうん、ああもう数え切れないね、うん、それはすごいなっていうところはやっぱりプロに行くってなると、まあ、ある程度のところはあったりするし、うんうんうん、まあ一つ抜けたところがあったりもするけども、やっぱり一船ってずっとやってて素晴らしいなって思うところがプレー面もそうだけども、やっぱり人間的にすごく3年間で成長する、それが一船の強みだったりとか伝統であるのかなって俺はすごく感じる。プロに行く行かないじゃなくてプロを目指す集団なんだなっていうところが、その3年間の伸びしろを元から上手い選手そうじゃない選手がどん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 切磋琢磨やっていく、ついていったりこう追い抜いたり追い抜かしたりっていう選手がいっぱいいたりとか、あとはポーンって火に出てそいつについていくぞっていうチームがあったりとか、そういったのでやっぱ3年間の成長っていうのはすごいなって感じる。伝統的にちょっと聞きたいのが、人間的な成長のルーツは何だと思います。あのね、外のところ昔もそうだったけども、うん、自立だよね。自分たちで後片付けするとか、昔なんかはほら今はないけどグランド整備があったりとか、今人工芝だから、うん、はいはい、ライン費とかあったりとか、そういった部分で今の選手なんかは恵まれてるけども、うん、逆にじゃあ違うところでピッチ外で何ができるかっていうのを自分たちで考えたりしながら、各学年でミーティングをしたりとか、自分たちが成長するためになんだかんだ言って今の求められるところって人間的なところがすごく求められると思うから、全員で最後のところの目標の選手権優勝とかプロになるっていうところ、高校で言ったら選手権優勝とか日本一になるっていうところになった時には、ピッチ内のところよりかはピッチ外のところでどういうふうに人間的に成長できるかっていうところが一番大切なのかなっていうところは昔から変わらないかな。今も走りは変わらずあるんですか。いや、ない、もうない。ない。昔みたいな走りはなくて、この期間は公式戦がない期間は、まあ、今フィジカルコーチがいたりとかもするので、はいはい、しっかりとその中で理にかなったって言ったら変だけど、しっかりフィジカルコーチが決めた、まあ、医学的にやってるって。そう東大グランドでの走りもない。もうない、とっくにない、ね、何年前からないんですか。もうだって俺らの3つ下からもうないよ。あ、そうなの。うん、ノブが3年生の時にはもうなくなってる。あ、そうなんだ、うん、まあでもあれを経験したね我々はね、あの、まあ、式田さん足が速かったんで苦じゃなかったと思うんですけど。じゃあここで市船から素敵なね、素晴らしい選手がいっぱい出ている中で、今もう監督とかコーチ業をされている素晴らしい先輩たちいっぱいいるじゃないですか。川崎フロンターレの、ね、鬼木さんだったり、清水エスパルスの秋葉さんはじめ、力もそうだし、数えるとちょっともうどれだけいるのっていう形なんですけど、なんでこんなにも監督業高知業で活躍されてる方はこれだけ輩出してると思いますか。俺の思うところは、うん、やっぱり苦しいことを3年間乗り越えた宇野先生の男気だったりとか、その監督心っていうところの背中をずっと見ていて、うんうん、その中でプロになって、その後絶対監督になりたい、宇野先生みたいになりたいなっていうところがすごくあったんじゃないかなっていうところだったり、うんうん、まあ、リキなんかはそれこそプロにはなってないけど、うん、ずっと背中を見てたんだなっていうのはすごく考えられるところかなっていうのはすごくあるし、なんだかんだ言って充実した3年間だったのかなっていう。その当初は
本当きついなと思ったけども、やっぱり卒業するとあの人でよかったなって本当に思うし、だからこそ宇野先生もずっと先頭を切ってアンダーの代表の監督やったりとか、Jリーグの監督やったりとか、ずっとやっぱりあの人を走り続けてくれたから、やっぱりみんななんだかんだ言って第二のお父さんじゃないけど背中を見て、そういった姿を見て、まあサッカーだけじゃなくても武田もそうだけども、いろんなところでみんなすごく頑張ってる話を聞くから、やっぱあの人の影響力ってすごく大きかったのかなって思うかな。ちなみに敷田さん、宇野先生と仲いいんですか？仲いいって言ったらやられそうだけど尊敬してるでしょ。めちゃくちゃ可愛がられそうだね。子供だっけ、なんて言ったっけ、息子息子一学年に息子ってね、必ずね、いるわけでしょ。大変だったよ。大変、いろいろと、それになるまでにもやっぱりね、あるから、大変だ。それはそうだね、ちなみにちょっとこの前聞かなかったんですが、敷田さん、小学校からも有名選手で、佐々木東 で全国3位になって、で県トレ入って、ジュニアユースだったの、日本代表、まあ、それだけの選手なんだけど、高校って推薦どれぐらい来たんですか？どこからどこまずはもう全部来たと思うんですけど、すごくラブコールがあった学校、習志野高校か、あとは渋幕、まあ、当然市船も、いやもちろん市船絶対なんですけど、帝京とかもだから全部あったんでしょ。あったかな。なんかもう決めたのがすごく早かったから、決めたのがって言ったら、自分の中でここに行くって言って、もう早い段階でお断りをしたから。それいつの段階？3年生2年生3年中3の夏ぐらいにはもう自分の中では決まってた。この前バブさんが堀越に行くの決まってたのに、中だから話来てこそこ断ったって話あってあと力は力で、逆になんか他の推薦なかったって、布先生来て船橋恩返ししなくていいのかって言われて決めた、そんな話とかいっぱいあった。まあでもやっぱり布先生が一番情熱的に本当に誘ってくれたし、クラン上にも足を運んでくれたっていうのもあったし、まあ、先輩もいたし、それは皐月ヶ丘中に、なるほどですね。まあそこはそうだよね。だって一個上の皐月ヶ丘は浅岡隆三さんと隣町に森崎義之さんもいたし、ね、海浜地区には正道さんもいたりとか。敷田さんってもう中2の時の中3の試合とかも出てた、県トレとかで出てた。あ、じゃあめちゃみんな仲いいんだ。仲良かったね。本当に中2の時に1個上の県トレに入れてもらったのが本当にすごく、1個上の県トレの人たちがみんな一船にほとんどいたから、茶野さんもそうだし、カズさんもそうだし、伊藤さんとかみんなそうだったから、なんか今話しててめちゃ伸びたっていうか、井戸さんとかもすごいよね、鈴木ね、もっと言ったら本当今の自分がコーチで戻ってきた時に、さっきも話で昔はそういった選手が、昔はって言ったら失礼だけど、やっぱり3年間で逆転して最終的にレギュラーになったっていう、もっともっとそういうハングリー精神があればなって俺は思うかもしれない。なんかちょっとパターンというか、左利きの選手って伸びませんか？イロムさんの話したからあれだけど、ジョージョも左だし、まあミツルとかもともとうまいのか。もともとうまかったけど、やっぱりそうだよね、感覚的なものもあったりとか、そういった部分でイロムさんとか、ね、直しとか春とかなんかはどこかで絶対挫折をしてるし、絶対苦しい時があったと思うんだけど、そこをやっぱりこう乗り越えて自分のチャンスを掴むとか、そういった選手がやっぱりすごく昔は相当多かったのかなって、だからこそ辞めてきた人たちも多かったじゃない、やっぱり昔は、だから今は当然ね、サッカーみんな好きだから辞めないっていうのは当たり前だけども、昔辞めてきた選手、そこで諦めちゃう選手がいたけども、そこでやっぱり何かを掴んでいった選手ってすごくものになってるというか、最終的にレギュラーでしたりとかもしてたよね。ちなみにもう今の選手は基本はまあ大学にほとんどもう3年間続けたら行く感じなんですよね、で大学でもサッカーは続ける、基本は続ける。じゃあ推薦で行く、基本的には。まあそうだよね、推薦で行ったらサッカー基本はやるよね、あとまあその後どう進んでいくかっていうのももちろんあるんですけど、じゃあちょっとここから挫折っていうテーマで話していきたいんですけど、じゃあ敷田さんは数々の武田も俺も多分同じぐらい挫折をしてきた中で、その時に悔しさが勝っちゃうから、なんかこう辛いとかどうでもいいやとかじゃなくて、もうとにかく悔しいっていう負けず嫌いっていうところがその時に出てきてたから、挫折をバネにして常に頑張ってた。だけども例えば自分なんかは試合に出させてもらったから、このへこみがこれぐらいだとしても、もしかしたら出れないとか、そういった選手なんかはもっともっとそれが時間かかる選手って、でも結局そこで絶対に楽しめって言ったって楽しめないと思う、だけどもどういうふうに自分が次の
ここを乗り越えた時の次の自分の楽しみだったりとか、これはプロサッカー選手になるとかじゃなくて、なんかこうその時って成功ばっかりを見ちゃうと俺は思っていたから、自分の中で目の前に一つ一つの壁があることを乗り越えてちょっとずつやってただけであって、だから本当に悔しいからあいつに勝つとかじゃなくて、悔しいからあいつをどうにかするとかじゃなくて、悔しいからこそ目の前のことを常に考えてやっていってたかなっていうところ、自分はたまたまプロになったからあれだけども、絶対にそこが成功を求めるよりかは、目の中では絶対挫折って成長するところだなって俺は思っていて、今ねたまたまって言ったけどたまたまじゃないと思う。あれなんだろうな、やっぱり小学校の時はかっこよかったね。何度かこう試合したりとか、有名人だったっていうのはもちろんあるけど、スイーパーなのに10番っていうね。ちなみにお父さんとお母さんってスポーツどっちが得意だった？どっちかって言ったら母親何もやってなくて、父親は空手。じゃあそこはあれだね、なんか草加はお父さんがなんかラグビーの県選抜かなんかっていうのを言ってて、でなんかおじさんがシュートすごかったとかって言ったから、やっぱそういう血筋ってあるのかなっていうので、でじゃあちょっと話それなんだけど、コーチから見たその生徒たちの挫折、試合出れない時いっぱいあるんだけど、一番そこが成長できるとこっていうのは今もコーチとしてみんなに伝えてる。そうね、なんかこう出る出ないというよりかは、成長するために今なんで自分が出れないのか、なんでそこの立場にいるのかっていうところを自分に矢印向けた中で一歩一歩成長していくしかないと思っていて、例えば100人いたら11人しかピッチに乗せないわけで、10分の1だったりとか、もう何分の1の確率でしか出れない中で、でもそこはそこであって、その中で目指しているところがあるからこそ挫折があると思ってて、一生懸命やってるからこそ挫折があると俺は思っているから、一生懸命やってるからこそ自分がどん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 成長していくのかなって俺は思うから、挫折でなんだよとかって思うんじゃなくて、逆にそこが自分が成長できるチャンスなんだな、ここじゃないけど次に大学卒業してプロになれる可能性あるんだなとかっていう、常にその強みを持って自分に自信を持ってすごくやってほしいなって、誰でも絶対に挫折がない人は絶対にお前いないと思ってるから、ね、どのタイミングで来るかもわからないし、なかなかやっぱりね若い世代でそこをこう言っていく、言い続けるのはすごく難しいけども、もうそこをなんとかねしていきたいなって思ってます。じゃあ最後に、これからねもう市船を目指す小学生とかね中学生いると思うんですけど、式田コーチから市船に入るにはっていうのをね聞きたいです。偉そうなことは全然言えないけども、とにかくサッカーを楽しんで一生懸命本気でやること、さっきも挫折の話が出たけども、どこで挫折なんて来るかわからないし、怪我だったり試合に出れないとかうまくいかないとかいっぱいあると思うけども、それは常に自分の高い目標があったりとか目の前の目標に向かって本気でやってるからこそ挫折があるので、日々サッカーを楽しんで人間的にも心も成長して頑張っていって一番を目指してほしいなって思います。ありがとうございます。技術的なとこじゃないってことだよね結局ね。技術は今の子たちみんな上手だし、当たり前にやっぱり気持ちが乗ってきた時にはいい時ってどんどん上手くなるじゃない、自分が調子がいい時は上手くなるから、調子が悪い時こそ何ができるかとか、自分に矢印向けて自分がどういう風にできるかっていうことを日々考えながら、その時に絶対に仲間とか周りに支えてくれる家族だったり先生だったりコーチは絶対にいるので、裏切らずにその人たちを信じてやってほしいなって思うかな。はい、ありがとうございました。今回2回目なんですけど、式田さんまた出てくれますか？もう全然出るけど、本当に皆さんつまんない話しません。いやありがとうございました。じゃあ最後チェケラッチョにしますよ。せーの、チェケラッチョ。